ちらは NEXCO 東日本です。午前11時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに大観を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。京葉ジャンクションから三郷ジャンクションまでの区間で低速車による作業を行っています。引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。船橋インターの先10キロポスト付近を先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。次に竹石インター付近19キロポストで小型トラックが故障して止まっています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたに実装です。 NEXCO 東日本。